はい、あ、はい、皆さんこんにちは、短時間です。はい、ん、最初にですね、このゲームのね説明をちょっと簡単にしますね。はい、このゲームですが、ガンダムの作品を題材にした戦略級シミュレーションゲームですね。はい、でゲームのルール、目的簡単に説明しますと、エリアのね取り合いをしていくゲームになってます。ここ点滅中のところはね戦闘中のエリアですね。はい、でここのエリアの敵の部隊をねゼロにすると、このエリアが自分のものになる。外部のことをされると、味方の部隊数がゼロになると敵のものになる。そういうねエリアの取り合いをしていくゲームです。はい、でですね、このゲーム普通にやったらですね20時間ぐらいかかります。クリアにね、とても時間かかるゲームになってます。例えばですね、ここにまあですね敵がね117部隊攻めてきてるんですね。はい、これね、あの全滅させるのに1時間下手したら2時間ぐらいかかります。はい、でこれをねちょっと仕込み入れてますんで、それをお見せしますね。はい、これね敵部隊ですね、ここにね、はい、敵いっぱい出ますよね。これ青が敵です。はい、でこれなんか飛んでいってますよね。これ何ですかっていうと、これダブルゼータガンダムなんですね。でこれ砲撃っていう部隊があります、マップ兵器ね。で今からちょっとこれお見せしますんでね、こんな感じで、あの時間短縮手法の一つです。はい、俺にはこれククルスドアンスなんですね。まあ、こんなこと言ってますが、もうボコボコにしていきますんで。はい、これね、あのハイミガですね、これね。はい、ハイミガキャノンですね。これ一例です。はい、こういうプレイができます。はい、これ前夜のダブルゼータ53機敵は117部隊ですね。はい、でねこれハイミガ一発でコロニーレーザー5分の1分の威力があるらしいんで、これ10発ハイミガ撃ってますから、コロニーレーザーをね2回食らってます、この敵はね。はい、でこれですね117部隊が64部隊に半分になりました。はい、でこのゲームは250部隊が上限ですから、うん、ここにねだいたい4割ぐらい集まってまして、さっきの一撃で敵の部隊はね4分の1ぐらいが倒されてます。 たったの一発でね。はい、これがゲームのね時間を短縮する手法の一つになりますね。はい、でこのゲームは今やってるこれはですね戦術フェーズと言いますね。はい、戦術フェーズと言います。はい、でこれ全滅させてもいいんですが、ちょっと時間もあれなんでね、全滅させることも可能です。ハイミガもう一発撃てますんでね。はい、でもう一つですね、フェーズもう一つだけ紹介します。もう一つフェーズがありまして、でこれがですね戦略フェーズと呼ばれるものですね。ここではその部隊をどこに動かすかとか、そういうことができます。他にねパイロットを育成したり開発をしたりというフェーズもねここでやりますね。はい、ちなみにこのプルツーさんはこのゲームのねヒロインですね。身長150センチ体重35歳の10歳のまあ幼女ですけど、ヒロインですね。ちょっとこれ関係するんで紹介をねしておきました。はい、そしてちょっと流れありましたが、ゲームの方ねスタートします。そしたら3、2、1で言いますんで。はい、そしたら3、2、1スタート。今回はねシャーズナブル逆襲のシャーナ事前投票やってたんですが、これに決まりましたので、これのベリージでやっていきますね。はい、最初にですねストーリーの背景説明しますね。逆襲のシャアっていうガンダムの劇場版の映画がありまして、それをね背景にしたシナリオになりますね。はい、で機動戦士ガンダムの背景ちょっとだけ説明しておきますと、地球に住んでる人とでスペースコロニーを作ってですね、宇宙に住んでる人との戦争をね描いた作品ですね。はい、で宇宙に住んでる人は地球に住んでる人にねいろいろ搾取されてたんですね。でそれである日独立戦争っていうのを挑んできまして、それでこんな感じでね、いろいろ吸ったもんでありまして、勝ったり負けたりしてたんですが、最終的にですね、この、ジオンのね、そのシャアっていう総帥が、リーダーになって、この戦争をね、やってるわけですね、このシナリオではね。はい、で自軍は赤色の軍隊になります。シャアがね主役ですね。で劇場版ではシャアは、負けてしまったんですが、
この戦いではシャアをね、あの主役にして操作して戦っていくと、そういう話になってます。はい、でちょっとあの1ターン目はですね、ちょっとやることがいろいろあります。ちょっと待ってね。はい、で開発はこれやってますが、まあ、全部使いません。後でね廃棄します。ちょっと1ターン目の仕込みが終わり、あのこれ多分ね結構遅いですねこれね。はい、でですね、このゲームのね目的を先に説明しますね。目的というか勝利条件に関して説明します。はい、でこのゲームは最初に説明した通り、敵のエリアをですね、まあ、取っていくゲームなんですが、敵のエリアを取っていくゲームなんですが、すべてのエリアをですね、取る必要はありません。はい、すべてのエリアをね。敵の、敵軍はですね、こう地球連邦軍って言いまして、地球に住んでる人が敵になってるんですが、敵の地球連邦軍にはですね、本拠地が一つ設定されてまして、エリアの中でね。はい、これ地球、今地球マップが映ってますが、南米のですね、二重丸のついてるエリア。あれがですね、ジャブローと言いまして、地球連邦軍の本拠地になりますね。そのエリアを、に攻め込んで、そこにいてる敵部隊を全滅させれば、それでクリアになります。地球連邦軍滅亡で、それでクリアになります。はい。で、それだけ聞くとですね、じゃあですね、すぐさま直ちにですね、ジャブローに乗り込んでいって、ジャブローに侵入してですね、ジャブローの敵を全滅させてジャブローをねダッシュすればクリアになるんじゃないかと思うかもしれませんが、それはねできないルールになってます、このゲームではね。まあ、それができたら、もう本当にさっき言った通りジャブローを突撃していってあっという間に終わってしまいますから、まあ、できないのは当然で、はい、今はですね、ジャブローに侵入できないっていうね、ジャブローにですね、なんかもうバリアのようなものが貼られてまして、侵入がね今の時点ではできないようになってます。で、バリアのようなものっていうとちょっとあれなので、まあなんかこう具体的に説明しますとですね、あ、これちょっと待ってたね、あ、これちょっとね普通と違うパターンが起こった、ちょっと待ってね、あ、これですね。あ、これですね。はい。今ですね、ジャブローにはちょっとバリアのようなものが貼られて、ちょっとバリアのようなものっていう説明ではあれなので、ちょっとあの説明入れますと、敵の本拠地に落とせば、それで勝ちですから、敵の、ね、抵抗もだいぶあるわけですよね。そうなりますと、やはりこの、今、そのシャアが総帥で、このネオジオンはシャアが動かしてるわけですが、自分一人で、まあ、何でも決定できるわけではなくて、まあ、いろいろ根回しがいりますよね。だから、まあ、その本拠地攻めれる状態じゃないと、まあ、本拠地に、ね、攻め込むことはできないと、まあ、そういうふうに考えてもらったらいいかなと思います。はい、で、本拠地に攻め込むための条件なんですが、それはですね、青色の軍がまあ敵ですが、その敵が持ってるですね、青色の軍が持ってる青色のエリアのですね、二重丸のついたエリアありますよね。二重丸のついたエリアね、それをすべて取ることで、それをすべて取れば、二重丸のついたエリアをすべて取れば本拠地ね攻め込むことが可能になります。はい、ですので今の目的はね、青色の軍の持ってる二重丸のエリアをすべてね取ることですね。はい、いろいろちょっと説明がちょっと遅れてるんですけども、今ですねこの戦闘に関しては委任でやってまして、もうコンピューターにね自動で動かせていただいてます。これによってですね、通常この今戦術フェーズっていうのをコンピューターで自動でね動かしてもらってます。これによってですね、超ね時間を短縮することができてます。はい、で今はですね、自分の部隊を2つに分けてます。
まあ、こういう形で舞台をね、舞台分けを定期的に行って、できるだけこう幅広くね、時間短縮してこう攻めれるようにね、工夫してやってます。あ、そうですね、はい、今はですね2舞台に分かれてまして、1舞台目がですね、多分次の戦闘のこの舞台、この舞台が、これがね、あのシャアが率いてるね、第1舞台ですね。でここが最初の激戦で、こちら40舞台に対して敵軍はね、47舞台いてます、はい、これがね最初の激戦地で、この敵部隊をね全滅させるのにちょっと時間がねかかります。はい、でサイド2張ってですね、これはその取らなければいけない特別エリアの一つですね。でこれも手動でやってますと超ね時間がかかりますが、コンピューターにね委任させることでこんな感じで、まあ、ちょっと時間かかってますが、素早くね全滅させることが可能になってますね。徐々に地球連邦軍が劣勢になってきてますよね。はい、で次のこの部隊が第2部隊目で、はい、これはね、まあ、ライルさんっていうね、まあ、艦長が指揮している部隊ですが、これがね2つ目の部隊になってますね。これはサイド3といって、これジアン公国の首都ですね、これはね、元々のね、はい、そこに攻め込んでます。はい、でですね、この6ターン目なんですが、これがちょっと一つのキーポイントになりまして、このフェーズからです、このターンから敵がね、こちらに侵入してきます。ですので、防衛戦がね、始まります。はい、でその対策も一応してるんですが、運が悪いとですね、負けてしまうことがあるんですね。だからちょっとここお祈りになるんですが、敵の特別エリアを取っただけではダメで、取った特別エリアはね取り返されてしまってはいけません。まあ、取り返されたらまだ取りに行かんといけなくなりますから、だからねここの、防衛戦が最大で3つ起こるんですが、ジャルムフィンに乗ったねダブルゼータに出てくるそのサンディ隊っていうのがいてるんですが、その3人がね三兄弟みたいなのがそれぞれのねエリアを守ってます、一人でね。はい、で今回防衛戦は一つだけかな。あ、これ先落ちましたね、サイド3特別エリアね。あ、ここだけですね。これ負けるとですね、これはリセットにやり直しになってしまいますね、これはね。あ、勝ちましたね。はい、これで防衛戦はこれで成功です。はい、あれちょっとね難所の一つでした。はい、でですね、他ちょっとターンの開始前に徴収っていうのをやってまして、自軍の国民からですね取り立てを行ってます。資源をね、資源や資金の取り立てを行ってます。このゲームはユニットを生産するのに資金や資源を消費するんですが、もう結構ねあっという間になくなってしまいますので、なくなったら困ったら国民からね徴収をやっていて、ね、徴収やりすぎるとヘイトが溜まってきてですね、その次は略奪っていう行為をねできるようになってきます。そういう風にしてね国民から取り立てができるゲームになってますね。はい、でその取り立てに徴収に関してなんですが、まあ、資金や資源を取り立てたいという目的の一つにもう一つありまして、国民に対するヘイトを貯めますとですね、ヘイトを貯めますと、こう必殺技みたいなのをね、打てるんですね、敵軍に対してね。それを狙ってるっていうのもあります。後で出てきます、そのね、必殺技っていうかね。はい。もうちょっと後でそれをやりますんで、はい。いや、ここね、ずっと激戦になってました、張ってですが、ようやく落ちましたね。はい。ここからはですね、結構スピーディーに進行していきます。はい、で、この略奪もね、どんどんやっていきます。はい、
でですね、ここはねグラナダですね、はい、これ第二部隊ですね。第二部隊の最初の目標はねこのグラナダを落とすところまでですね、まあ、4部隊とか言ってもう敵も全然いませんので、はい、このゲームねこの委任で自動操作させるんですが、一般的にはですねこの委任が超使えねえと、適当にコンピューター動かすからこれじゃ全然勝てないからやっぱ手動でやるのがこうベストだっていうのが定説になってるんですけども、私ねこの手動でやっても全然勝てなくて、このゲーム難しいんですよねかなりね。でちょっとこれなんとかこのゲーム攻略するにはこの委任をね使いこなさなければいけないということで、さっきねちょっと説明途中やったんですけど、なんか見方があったら分かりましたかね。もう一回出てきますんでね、あのヘルメットかぶったね。でこの第二部隊がねこのグラナダを制圧することができました。でここからはねちょっと合流しに行きます。はい、第一部隊とね。私ですね、さっきの説明ですが、手動でやってても全然勝てなくて、これはやっぱりですね、勝つためにはこの委任をね、使いこなさなければならないって言って、いろいろ研究した結果、まあ、こんな感じですね、今日数の暴力なんですね、戦いっていうのはね、数の暴力で、で数で押せばこう勝てるんじゃないかということで、あとは効率よくね、軍隊を動かしていって、でそれが今やってるこのプレーになってますね。これによって、まあ、通常、まあ、このシナリオだったら15時間ぐらいですかね、普通にやって、まあ、それが30分という超ね短い時間で、まあ、クリアできるわけですね。はい、で資源が余ってきたので、今作ってこのズサブースターっていうのがここのゲームのねかなり強いユニットで、あのズサブーサーってあの、まあ、動きが素早くて攻撃力も高くてね、非常に強いユニットで有名です、まあ、これをじゃんじゃん作って、こう中盤以降はねこれを使って数で押していく予定になってます。はい、でこれは特別エリアまで取りましたね。はい、でここでね出てくるヒロインがね一瞬映ると思うんです。あ、映らなかった、ちょっと待ってね、次のターンかな、次のターンで一瞬映るかと思います。でですね、取ったエリアは敵に取り返されてはいけませんので、この先、ユニット1機作ってですね、あの防衛させてるんですが、これ本当はですね、この難易度はベリーイージーって言って非常に簡単なので、ノーガードでもね、結構どうにかなるんですよ。敵ってもうほとんどやる気ないんで、攻めてくることもほとんどないですから、防衛ユニットゼロでも意外となんとかなるんですが、ちょっとね、これ映りましたね、さっき分かりました、あの最初に紹介したねプル2さんのあれクローン人間ですね。はい、で、あれだけ5人味方になったんですか、これ総帥者ですが、あのね10歳の子供のクローン人間5人も作って どないすんのかって話ですが、このゲームではね、ヘイトを貯めてくるとあのキャラクターを味方にすることが可能になってますね。はい、結構強いパイロットなので乗せて使ってもいいんですが、まあ、そんなことやってる時間もないんで、まあ、手元に置いて、まあ、マスコット用みたいな感じになってます。はい、でここからこんであと残して、あの宇宙はですね、あと最後ルナ2っていう特別エリア1つだけになってます。はい、宇宙はね、次の特別エリア取れば全て終わりですね。はい、でここが最後の宇宙の特別エリアですね。はい、でさっきですね、あのこのルナ2に攻め込む前にエンドラっていう戦艦をですね入れるのをちょっと止めたんですね、停止させてね。でその記録狙いだったら、そのエンドラっていう戦艦はですね中盤以降この宇宙から地上に突入するときに大気圏突入用の戦艦として使うので、ちょっとこの戦いの最中で撃墜されてしまうとですねちょっと困ってしまうんですね。はい、で記録狙いとかだったら、まあ、撃破されないでやり直せばいいだけなんで突撃させるんですが、ちょっと今回やり直しになってしまうちょっとあれなので、あの一旦停止させてね、
そう、保険をかけてやってます。はい。本当に全部ですね、保険もかけずに全力でやると30分切るかどうかぐらいかなっていうね、時間になります。はい。でこの次はね、あ、これね、宇宙の最後の特別エリアをね取りました。ここからは地上の戦いになります。でここ次のところがですね、大激戦になります、なりますので先ほどちょっと言ったヘイトを貯めることによる必殺技をねちょっと使います。はい。コロニーレーザーと言いましてね、スペースコロニーの片方に穴を開けてですね、巨大なこうビームライフルみたいに見立てて、あ、ちょっとやり忘れてますねこれ。あ、ちょっとごめんなさい、あの操作ミスしましたんで、ちょっと直前にちょっとやり直します。そんなにロスには ならないんですけど、ちょっとねこれ やるかなと思っとったんですけども、ちょっと戻しますね、すいません。あと10秒ぐらいでこれ終わるはずです。はい。17、これ今はねガチンコの勝負になってしまってますので、ちょっとやり直しますね。はい。あ、すいません、ちょっと直前の状態に戻します。あー、ちょっとねこういうこと起こらないように気をつけたつもりだったんですが、あ、ここからですね、さっきのですねアメリカ上空に攻め込むところからやり直します。すいません。はい。で今回はその必殺技をね用意してますので、はい、ここですね、ここ最初にですねこのコロニーレーザーっていうのを撃てます。これはですねスペースコロニー、これによってですね敵軍61部隊が48部隊に減るんですね。13部隊減らすこと、4分の1ぐらい減らすことができます。これでほぼ互角だった戦力がね、あの自軍有利になりますので、最初にこれだけ差がつきますと、あとはね結構一方的な展開になって、このアメリカ上空での戦いをね有利に進めることができます。はい。まあ、ちょっとね時間はかかるんですけども、はい。はい、これで一旦ね休憩ですね。あ、ちょっと言い忘れてましたが、先ほどの戦略フェーズは5ターン経過すると一旦休憩になります。で敵軍自軍ともに援軍をね入れる権利が与えられますので、まあ、ここからも援軍をね入れることもできますし、敵の援軍がね入ってくることもあります。両方ねあります。はい。で運が良ければこのターンでね、 できればあの早いターンであの戦闘が終わってくれた方がありがたいので、このターンで終わってもらえるとありがたいんですが、終わるかな、終わってもらえるとありがたい。あと13機ですね。あと5機、あと4機ですか。できれば終わってほしい。1ターンでもね早く終わるとそれだけ。あと2部隊です。これは全滅しますかね。全滅しましたね。はい。これであの最初のね、2つ目の激戦はね、これで突破することができました。ここからはね、地上の戦いになってきます。減ってしまったユニットはこんな感じで補充ができますので、補充して、で、ちょっとあの地上で使えないユニットは廃棄してですね、はい。でシャアはですねここからはちょっとエンドラっていう先の戦艦に乗せて、で地上に突入するためのね準備を行います。戦艦とかですねあの HLV に乗せないと、この機体はね
宇宙からその地上に送ることができませんので、ちょっと連打しまくってですね、でルナ2はちょっと敵入ってきたら嫌なのでガードしておきます。はい、で地上にもですね、ちょっと結構部隊数がいますので、コロニー落としというね、地上の敵部隊を同じく減らせるような必殺技をねやっておきます。でここで部隊をですね分けます。ここでね部隊をね、地上に降りる部隊と地上に降りる部隊とですね、地上に降りる部隊と、これがねシャアがいてる、まあ、メインの部隊になりますね。はい、でここでねコロニー落としをします。宇宙に浮かんでるコロニーを一つ調達してきて地上に落とすんですね。でこれで戦力がね29部隊が20部隊3分の1減らすことができました。はい、これで戦いをね有利に進めることができます。はい、でここも全滅するかな、このターンで。早ければ早いほどいいので、あと1番、これ全滅しますね。あ、倒せましたね。はい、これで地上にね、降りることができました。で宇宙のですね、別動隊が、北京上空に移動してまして、この部隊はですね、ちょっと何をするかって言いますと、地上の特別エリアを取っていくときに、宇宙からね、直接こう強襲できるポイントがあるんですね。地上から宇宙にね。はい、でこの部隊は地上、宇宙から地上の北京っていうね特別エリアに直接アタックをねかけます。はい、でここの地上の部隊はですね、さらにここでね2つに分けます。ちょっとこの突入用のカプセルはもういらないんで廃棄して、でここからね2つに分けます。これで OK ですね。はい、でここからは部隊をね3つに分けて効率よくね敵のと、あ、こういう感じですね。さっき一瞬出たんですが、北京は敵が部隊誰も守ってなかったので簡単にね、無人だったので無血解除ができましたね。こういう強襲も可能になってます。でキャルフォルニアもね落とすことができました。でこれはシャアがいてるメインの部隊ですね。はい、でここから部隊をね3つに分けて効率よくね特別エリアを取っていってます。はい、ここもこのターンで落ちないですね。ここはねあと1部隊ですね。はい、でシャアの部隊はちょっと数足りてないので援軍をね送っておきます。でここもですね記録狙いだったらもう一切ですね防衛をせずに突っ込んでいくんですが、ちょっと敵が入ってくるとちょっとそこでもうゲームが止まってしまいますので、ガードをねガード用のユニットを一機置いて防衛をねさせておきます。はい、でニューヨークはもうこのターンでねシャアがいてるメインの部隊はこれで落ちますかね。はい、でこれでニューヨークを落とすことができました。はい、でこれハワイですね。ハワイもこのターンで落ちるかな。敵部隊6機ですが、あと2部隊ですね。はい、あ、これ全滅しましたね。ハワイも落とすことができました。で、北京を制圧した部隊は、この 3部隊目、またちょっと宇宙に上がりまして、また別のところで宇宙から地上にですね、強襲かけるところがありますので、そちらにね、向かわせます。はい。で、ハワイもですね、このドップっていうですね、この非常に、なんかこう、非常に軟弱なユニットで、このドップっていうのはですね、非常に軟弱なユニットで、本来この、そんなドップ1機作っただけだったら、その防衛ならないんですが、このゲームはですね、このドップっていうのは なぜか非常に強い敵に対して防衛力持ってまして、航空機であるドップ1機作っておきますと、敵がね、もう入ってこないんですね。はい。ちょっとこれ理由あるんですが、
その最弱のユニットであるドップが、非常に強い、ね、防衛力を持っているっていう、まあ、システムのちょっと穴をついてます、はい、で宇宙の部隊はオデッサにね突撃、特別エリアのオデッサに突入します。でシャアの部隊はベルファストっていうね敵の特別エリアのところに突入します。でここの部隊もトリントンに突入します。はい、あと特別エリアは5個かな、5個取ればジャブローに侵入することができるようになりますね。今26分ですか。今ですね、私これ PSP でやってるんですが、本当はこれビータで、PS ビータでやるのが一番早いんですね。PS ビータでもこれプレイできまして、そっちの方がね、処理速度が早いので、本当にその記録を出すんであれば ビータでやるの。ビータであれば30分切りもね、余裕でできます。ただちょっとあの配信、ビータはその配信が非常に向いてなくてですね、今回 PSP でやってますね。はい。で先ほどオデッサも落とすことできましたね。トリントンも落ちたかな。やっぱベルファスト、このターンで3つ落ちるかな。落ちましたね。ベルファストも落ちました。あとはマドラスと、あと2つですかね。特別エリアはね。あ、トリントンは戦闘中か。で、あと3つですね。はい。で、このオデッサも敵入ってきたら嫌なので、ドップをね、1機作って、守らしておきます。この本来ですね最弱のユニットであるその航空機のねドップが作ってたらその敵が入ってこない防衛に適してるっていうその理由なんですが、やっぱりねそのドップってその航空機だからだと思うんですね。この防衛力の高さっていうのはね、その翼を持つものがその最強なのかなとかって、そういうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。あ、トリントンをね落とすことができましたね。でまた同じようにドップを作って守らせておきます。はい、その翼をね持ってるものが最強ってこれ私ちょっと思うんですけども、まあちょっとね世界にまあなんか戦争とかいろいろまあありますが、もしねもし人間の背中にね翼があれば世界にね国境なんてなかったんじゃないかなってちょっと思うんですけども、これ どうですかね。あの意味分かりましたか。人間がもし飛べたらってね話なんですが、でこの配信 の, そのチャリこれ配信チャリティの収益はですね、全てですねここで得られた収益は国境なき医師団にね寄付されます。はい、ですのでね、あの余裕のある方はぜひねできれば寄付の方をよろしくお願いします。でこれであのキリマンジャロもね落とすことができました。あとはですねマドラスだけになりますね。はい、マドラスを落とすことができますと最後はねジャブローだけですので、はい、ここですね、ここを落とすことができればジャブローに特別エリアをすべて取ることができてジャブローに侵入することが可能になります。はい、ちょっとですねこの互角の勝負消耗戦になってますので、これですね、ですので援軍もね送ります。3部隊に分けた部隊がここでね全部合流をします。はい、でシャアの部隊はちょっとですね、ジャブローの隣にね置いておきます。はい、マドラスはですねこれ最後のこの特別エリアの、まあ、ジャブローを除いた最後の特別エリアである、マドラスは次のアタックで落ちると思いますので、次のアタックで落ちると思いますので、あ、次のねこの、ま、このアタックでマドラスはこれで落ちると思います。あ、今30分42秒ですね。あともうちょっとで終わります。これで落ちるかな。あと5機4機3機、あと1機、これで落ちますかね。あ、落ちましたね。マドラス、これでですね何事もなければ取り返されなければジャブローに、あ、出ましたね、ジャブローに侵入することができるようになりました。はい、
で、ジャブローにね、制圧作戦を実行して、これでジャブローに侵入できるようにします。でですね、またこのコロニー落としもやっておいて、で普通だったらここでですね、ターン終了するんですが、ちょっとさっきの今新ジャブローに侵入した部隊だけでちょっと勝ちきれない可能性があるんで、援軍もね送っておきます。はい、で45対41で今は互角ですが、ここでねコロニー落としを入れますので、これで28部隊ぐらいになりますかね、敵ね。あ、29部隊ね。はい、でこれで差がつきますので、あとはでここなんですけどね、士官が1ってなってまして、シャアが乗ってるんですね。で士官が、シャアはその部隊に対して指揮効果っていうで命中率や回避率を上げる効果を持ってますので、シャアが落ちなければですね、これシャアだけで、この部隊だけでいけるんですが、シャアがねたまに落ちることがありまして、あ、これで終わりそうですね。はい、でもあとはターン終了すればこれで、なんか暴動とか起こってますが、もう無視してですね、はい、これでターン終了して、これで終わりですね。タイマーストップは、このジャブローが落ちてですね、でジャブローが落ちて、あ、これ終わらないですかね、まだ下の方に敵が、あ、終わりますかね、これ終わってですね、この画面が切り替わったところですね。あ、ここでこのタイミングでタイマーストップですね。はい、あ、ご視聴ありがとうございました。はい、いや、すいません、本当はね、ちょっと余裕があったらネオジオンのちょっと国歌でも歌おうかと思ったんですけど、ちょっとその余裕もねなかったです。はい、でこのゲームですね、ちょっと、まあ、戦略シミュレーションゲームとしても楽しめますし、でガンダム、あ、ちょっと音量ちょっとだけちっちゃくしましょうか。戦略シミュレーションゲームとしても楽しめますし、で結構バランスもよくできてまして、結構それなりに楽しめるゲームになってます。で魅力を感じられた方はね、このゲームちょっと中古ショップ回って売ってるかなって探されるかもしれないですが、プレミアついてまして、5000とか1万円とかプレミアついてまして、ダウンロード版は PS ストアでね1650円で買うことができます。はい、でこの PS ストアなんですが、去年ですね、一回停止の危機がありまして、PS ストアを閉めてしまうと。で一応ですね、まあ、停止は延期になったんですが、今買っておかないと、また PS ストアがね閉まると、そのプレミアついてる5000や1万円のもん買わんとあかんってなりますから、まあ、ちょっとでも魅力に感じた方は、まあ、積み上げでも何でもいいですので、ちょっとね1本買っていただけるとね、ありがたいかなと思います。1回買っておけばいつでもダウンロードできるらしいですから。はい、でですね、このゲーム長いこと新作出てなくてですね、私がこれプレイしたことによって、100本でもね、まあ、売れたらメーカーさんがね続編出そうかなと思って、触れたらありがたいかなと思って、ね、出てきたところはあります。はい、あ、これ左下のクエストちょっと可愛いですよね。左下のね、これクエストパラーです。はい、1本でも売れたらいいかなと思って出た次第ですね。はい、まあ、私こんな感じで、このゲームに関していろいろこういうふざけたっていうかね、時間短縮のプレイを YouTube でやってますので、もしよろしければね、ご視聴いただけるとありがたいと思います。はい、ちょっとエンディング長いですので、これで終わりにさせていただきたいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。